今日はワインを飲みながらのマリオです。さあどれだけできるか楽しみです。ということで待って待って、ここにキノコあった。おお危ない。おえなんか酔っ払ってるから。何をやってんだ。ちょっと待って、これはちょっとさすがに厳しいな。これは酔っ払ってるがゆえに失敗したんだと思う。あ怖い。おお死ぬ死んだ。なんかどういうところで着地したら死ぬのかだんだん分かってきた。タイミングも分かるというか、なんていうのかな、ちょっと本当に一面だけはさすがにクリアしたいと。この私もさすがにクリアしたい。どうしよう。もう一回リベンジ、もう一回する。テイク2。オラー。よし。ちょっとやばいな。どういうこっちゃこれ。ああ火が打てなくなった。これがこう後ろ向きに飛んで。何なのこの無様なマリオは。マリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ。てかなんか土管のさ、なんか変なショップ誌にさ、この前やられたんだけどさ、今日出てこないね。これ出てこないの。あやったー、やったー、一面クリア、一面をクリアした。私もね一面をクリアできるようになってきたよ。これでついに。そして2面でそしていまだ2面をクリアしたことがない。1の2か、2面じゃないか、1の2か。あそこにすぐファイヤーがあるんだよね。覚えちゃった。現れた。もう二度と現れないかと思ったら現れた。これ名前なんて言うんだろうね、この敵の名前。今危なかった気がする。これなんか火の粉のさ、なんか段差っていうのかな、あれがあるからさ、なんか危なっ。踏んだと思ったんだけど。危なっ。ちょっと待って、今踏んだつもりがなんかぶつかったよ。おこれはまだ1の2なの。やったー、あれやったー、クリアしたー。しかも分さ、俺かける3残ってるよ。いや待って、ここは来たことあるだろ私。どうにかして大きくなりたいんだけど、どうしたらいいの。来た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 。ちょっとやだ。あ、キノコキノコ。あああ。あれどうすんのあれ。ちょっと待って、あれどうしたらよかった。あれあれだよね。あいつを踏み台にしていけってことだよね。結構残酷なゲームだな。おお。あれなんか違くない？始まる場所。えあっあっあっあれダメだもん、もうダメだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。